このゴミ虫どもが、今日もリスナーがコッケーだわ。あバナナ。これ犬だ、犬だ、ほね。なんか、実家帰ってお姉ちゃんと喋ってたんだけど、お姉ちゃんと声さ、そっくりやなって思ってたんだけど、久々に会って実際に声を聞くとさ、ちょっと違うかったわ。なんか長女はさ、あ、それな。いや、マジで。お母さんがさ、こうやって言ってきて、マジよこれ、マジでうざくない？みたいな。こういう感じ。ちょっとクール。で、次女は、へへバナナ。みたいな。なんか、アホっぽい感じ。これ次女。次女はもう、常に笑ってる。笑い方がね、もうね、みたいな。笑い方すんの。リサちゃん、あー、確かにリサちゃんの笑い方に、確かにこんなやな。みたいな。え、私似てない？リサちゃんの笑い方。え、でさ、ヤクモさん。これリサちゃん、じゃ似てない？いや、セナ先輩はなんだよね。F1 みたいな、こう右から左にこうシューンっていく感じで抜けるの。みたいな。スピードが違うわ、スピードが。あ、確かに私フフフフフって笑うかも。フフフって笑うかも。感じやね、私は。手叩いたりとかしないし、品がある。そう、品はやっぱり大事だけど、やっぱり品があるから。私失礼。あっ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 あ、ゴミ虫どもが私をあがめなさい。おっこれでいく。私じゃ V スポーツ新人で、これ犬だ、犬だ、ほね。ちょっと楽しく、ちょっと楽しくなってきちゃった。ごめん、ちょっとお酒なんで、ちょっと楽しくなってきちゃった。すいません、すいません。ということで、皆さん本日はご来場、本日はヤクマベニの配信にご来場いただきまして、誠にありがとうございました。帰り道にはお気をつけくださいませ。というわけでね、はい、ほな、おやすみ、おつ、バイバーイ、じゃねー、おつー。